はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は3月31日水曜日、時刻の方は14時43分です。メールテケテテテテーングイーからのピピョーということでね。はい、今回のテーマは何かというと楽天モバイル編ね、教えてくんから教えるくんね、何かねきっかけなんだよね。例えば学生時代なんかだとね、例えばこう手を挙げて発言する、恥ずかしいよね。この問題分かる方、分かるんだけど、はい、分かるんだけど、うーんってね、なかなかちょっとこう手を挙げられないっていうね。で一回はいって言って答えて合ってたら自信を持って次からはいってこう言えるんだけど、最初なかなかちょっと言いにくいよねこれね。はい、そんなわけで今回はインターネットでね、いろんなこういう YouTube なんか見たりして、いろんなこう情報をゲットしてる方も多いよね。で頭でっかちね、情報がこう頭の中に入ってきても、ただこの中でインプットしてるだけでアウトプットしない人って結構いるんだよ。ただの頭でっかちね、入り口っぽい人って結構いるんだよ。でそうならないために、入ってきた情報をアウトプットする練習を皆さんしてみませんか。でいろんな掲示板なんか見てても、例えばね、あ、もう誰かの答えからもういいやってこうなっちゃうじゃんこれね。それなのでこの動画では練習です。同じことを答えるにしても、みんな人それぞれね説明の仕方が違うんですね。だからやっぱね、10人いたら10人ともね教え方が違うんだよね。なので、そういうのを見ながらね、いろいろ学ぼうね。あ、勉強なんだ、この人はこうやって教えてくれるんだとか。だから1個の問いに対して、皆さんのオリジナルの教え方を自由に書き込んでください。これがお題です、今日からね。はい、じゃあね、お題はねこれになります。テラリン、はい、お題です。視聴者の皆さんに対するお題です、ね、親のパンダセットで契約してたのが今日配送されるみたいですがね、今日っていうのは3月31日です、ね、今日受け取らず明日受け取れば1日なので長く無料で利用できる、ラッキーってことでね、まあ、これ質問になってないんだけれども、これ質問ではありません。でも分かる人には何か一言伝えてあげたいことがあると思います。でそこにたどり着かない人は別にいいです。無理したくていいですね。この内容を見て気がつかない人はいいですね、気がついた方だけでいいので、この動画でもいいですし、ちょっとさ、ちょっと前ね、たどってもらえればこのコメントがあります。でこのコメントがね、どこについてるのかな。今ね、インターネットこれ今ね使えないんだよ。なんでかっていうとログインできなくなっちゃったんで、ちょっと見えないんだけど、これどこについたコメントかな、ちょっと準備できなかったんだね、うん、なのでこのコメント見つけたら直接でもいいんだけど、この動画でもいいよ、ね、この動画の方がいい、やっぱいいや、直接ダブって直接教えてもいいけども、この動画でいいですね。おそらく見ます、ね、なので、ここに、ね、この問いに対して何か一言付け加えて伝えたいことがある方はもう自分の言葉でいいので、どんどんここにいっぱい書き込んで練習です。これがね、だから人のものを見て同じコピペするんじゃなくて、自分だったらこうだなっていうね、それを比較したいんです、ね、なので似ててもいいです、全く同じでもいいです、ね、何でもいいので、とにかくこのコメントを見て、ね、何か思った方がいたらこの動画のコメント、ね、動画にコメントビシバシしてください。ね、でね、この方はね、もう1年ぐらい前から、おじいのチャンネルではよくコメントしていました、ね。結構ね、いつもコメントしてくれてます。でも残念ながら、とある動画をね、見ていないんです。コメントがないんです。ね、なので、まあ、かなり前からおじいのチャンネルはね、よく見て、よくいつもコメントくれる方なんだけども、このコメント見て今びっくりした、ピッってね、びっくりした、ショックがパワーってね、来たんで、
おじいと同じ気持ちになった方、ね、何かコメントを、ね、これはね練習なのであくまでもテーマはこれですし、ねまあ、常連さんもいっぱい書き込んでる人はもう慣れてるからもうそのおかげでいいんだけど、できることならばあまり発言したことがない人でどっちかっていうと、いつも情報を得てる方が一回勇気を持ってちょっとね気がついたことがあったらね、ああ多分これかなこうかなちょっとこれじゃないかなってね、ここなってるからね一回書いてみてください。間違ってもいいよ、ね、自信持つ要はきっかけになればと思いますね。とにかくコメントするところから始め、あっても間違ってもいいですね、これをね、親のパンダセットで契約していたのが今日解消されるみたいですが、今日受け取らず明日受け取れば1日なので長く無料で利用できるラッキーね。はい、なんかツッコミどころある方はビシバシとお待ちしておりますね、もういい悪いとかね、正解不正解ではないです。とにかく情報の入力ばかりしてる人、情報を出力することをね覚えてくださいということですね。はい、そんなわけでね、参考書代わりにしてごめんね、他で使うとおじいがこれにガチで答えるとまたあれだからね、はい、考えたらね、あこういう使い方があるよなと思ったんだね。おじいもちょっとこう頭使って進化してきたかな。はい、そんなわけでね、皆様の解散です。あいいアイデアだねと思ったら、あグドーナ押してみてください。一応今回ちょっと自信あるんだけどもね、これからこういう方向やっていこうかな、ね、こう次のステージのステップアップのためにね、シャマに行くためのステップアップにちょっとこう一ひねり加えてみようかなと思いました。今日冴えてるかもしれないな本当な。はい、またね、バイバイ。